はい、どうも皆さん、こんにちは。もうテンションが爆上がりすぎて、もう滑舌が完全に死んでおります。かがじんじんにょー、かがじんじんにょー、けー、出血です。ブーンということで、今回もですね、公式機関から開発ビルドを開始してですね、アップデート情報をね、お送りしていこうと思うんですけども、今回何をお送りするかと言いますと、大工の拠点 2.0 ですね、新大工の拠点、資源狩り方法が変わりまして、資源がめっちゃくちゃ稼ぎやすくなります。もうこれはね、もう本当にね、ありがたいっていうことなので、今回はね、大工の拠点 2.0 アップデート情報ですね、どんな風に資源稼げるようになるか、こちらね、皆さんにお届けしていこうと思います。なので、ね、クラカー動画ほぼ毎日投稿しておりますので、まだチャンネル登録してないよって方がいましたら、ぜひともチャンネル登録よろしくお願いいたします。で、あとね、こういう風に公式さんから開発ビルドを開始してるの、アップデート情報ですね、どんどん動画にしていきますんで、最新情報を一躍ゲットした方は、ぜひともチャンネル登録よろしくお願いいたします。ということで、早速、大工の拠点 2.0 資源狩り方法をね、説明していきましょう。レッツゴー！課金される際は、右下の歯車マークから詳細設定、クリエイターを支援で、クリエイターコード、ケイスケの入力をよろしくお願いいたします。はい。それではね、資源狩り方法をね、説明する前に、改めて、今までね、動画にしたね、情報ね、出していきますと、大工の拠点 2.0 では、バーサス戦が廃止されます。プレイヤー対プレイヤーのね、戦いはね、なくなります。もう、こっちがね、攻め終わって、相手のね、アーチャー削りを待たなきゃいけないとかね、もう、ボンバー一体だけだったら、もう、全然終了してくれよ、みたいなね、そんな状況、あったじゃないですか。それが、なくなります。もう、自分の村ですね、の、資源狩りみたいな、感じだと思ってください。検索して出てきた村をね、攻めていくっていう感じになります。で、攻めてって、獲得したゴールドに、獲得した星の数に応じて、ゴールドを獲得できます。で、エリクサーは、もう相手にね、攻められます。で、攻められて防衛した星の分だけ、エリクサーを獲得できるっていう、そんなシステムになってます。で、今回からですね、今回のアップデートから、はい、こちらですね、トロフィー、リーグがね、実装されます。で、リーグ実装されて、で、例えばなんですが、トロフィー4000の、情報を見ていきましょうか。まあね、攻撃で、はい、左側が獲得できるゴールド、右側がね、防衛で獲得できるエリクサーといった感じで、リーグ隊によってね、獲得できる、資源の量ね、どんどん増えていきます。はい、トロフィー4000台だと、まあ、星6個獲得しても、53,500 ゴールドしか獲得できないのかな、か、とかって思う人いるかもしんないんですけれども、ね、実際にビルド様って感じで、訓練時間ないし、時間ないんで、もう何回も攻めれるんですよ。何回も攻めるんでね、結構ね、資源稼ぎやすかったです。で、こちらですね、はい、獲得した、星ですね。今回のアップデートで、大工の拠点に、でも、スターボーナス、はい、実装されます。で、トロ4000だと、スターボーナス、星10個獲得すると、345,000、ゴールドの345,000エリクサーなので、結構ね、必要な星10個って多いかもしれないですけど、なんかもう、訓練時間なしで、無制限にもう何回も攻めるで、意外と、星ボーナス、達成しやすかったです。めちゃくちゃ達成しやすい。なので、まあ、資源狩りしてって、その獲得した資源と、で、このリーグボーナス合わせると、まあ、大体大工の拠点、今の大工の拠点の参照ボーナス全部ね、含めた数よりも、全然ね、多く資源獲得できます。これめちゃくちゃ、ありがたいですね。で、さあ、防衛の方なんですけども、はい、こちら大工の拠点ね、はい、右上の方にエリクサーカートっていうのが、実装されます。これで、ね、防衛した分だけ、エリクサー獲得できて、でね、ちなみに言っておくと、攻撃したら、攻撃した分の数だけ攻められます。防衛されます。なので、エリクサーもっと欲しいって思ったら、やっぱりね、攻撃たくさんね、した方がたくさん攻められて、で、エリクサーもね、多く獲得できるっていうシステムになってます。で、このエリクサーカードの回収を押すと、はい、こんな風にね、エリクサーを回収できるっていう、そんなシステムになっておりますので、まあ、大工の拠点ね、早くね、大工6人目ゲットしたいなってことでね、もう、たくさん攻めて、で、たくさん防衛してね、ゴールドとエリクサー獲得していくっていう感じになりますね。はい、じゃあちょっとリーグ報酬の方ね、見ていこうと思うんですけども、まあ、結構やっぱ下の方はね、獲得できる、ボーナスってね、まあ、それに見合った感じですね。ここら辺だと、ああ、ま、これぐらい稼げるのか。結構、そこそこ稼げますね。なので、低ビルダーホール隊だったら攻撃時間も短いんで、もうサクサク資源狩りできるっていう、ね、たくさん攻めれるっていうシステムになりますんで、
ちょっとね、自分の村の資源狩りの編成作ってる間に、ちょっと待ち時間暇だなーっていう時、大工の拠点でね、暇を潰すみたいな、そんなことができますね。で、トロフィータイムいくつまであるの？あ、ダイヤモンド、モンドまであるんだ。最高トロが6200で、で、リーグボーナス、星スターボーナスが結構もらえますね。56万もらえるんだ。で、ダイヤモンドリーグだと、あ、1回の棒で7万とかもらえたりするんで、結構いいですね。さあ、星10個ね、貯めるのにね、だいたいね、ほんと、7、8分くらい、6、7分くらいで星10個ね、貯めれて、これ、星2でしょ？星5でしょ？で、7じゃん。で、星10個なんで、結構ね、ほんと、6、7分とかで星10個貯めれて、で、プラスアルファでゴールドが9万ゴールドぐらいね、手に入るっていう感じなんで、結構ね、資源狩りしやすかったですね。あ、ちなみにね、これ、開発ビルドなんで、同じトロ隊に、同じビルダー包帯の人、がね、全然いないんで、同じ人からね、めっちゃ攻められてるっていう感じになります。なので、ちょっとね、リプレイ、最後に見ていきましょうか。結構だるいなって思う人いるかもしれないですけど、星2個ぐらいだったら1分ぐらいで終わります。1回の戦闘時間。なので、まあ、5分ですよね。5、6分ですよね。5、6分で星10個、全然ね、達成できるんで、結構ね、もうサクサク攻めれて、で、サクサクね、資源狩りできてね、結構ね、ほんと、今の大工の拠点よりかは、はるかにね、資源溜まりやすいなって、思いました。で、今回のアップデートから、まあ、1回の攻撃で、最大2回ね、相手の村に攻めるっていう感じになるんですけども、そのね、2回攻めもね、そんな時間かかんないですね。2回の攻撃で、だいたい3分半、かかっても3分半。3分ぐらいで攻め終わるんで。全然楽です。で、あとそう。トロフィーシステムに関してなんですけども、まあ、攻撃の分だけ無限にね、トロ上げできちゃうじゃんって思うかもしれないですけど、防衛で攻められた分だけ、トロね、マイナスされます。それはね、自分の村の、レジェンドリーグと同じようなシステムですね。攻められて相手のね、獲得星数と破壊率に応じてトロフィーがマイナスされるっていう、そんなシステムになります。なので結構ね、自分の村のレベルに応じたトロ隊にね、落ち着きますね。思うのが、まあ、いいや、ちょっと次のリプレイで話すわ。はい、やっぱりね、今の大工の拠点ね、ちょっとね、ダメなところを言うと、まあ、相手の攻めをさ、待たなきゃいけなくて、それで時間めちゃくちゃ食って全然資源狩りできないっていうのと、あと全然勝てなくて資源もらえないっていうストレスあったじゃないですか。それがなくなるのがめちゃくちゃいいっていうのと、あと、格上マッチがマジきつかったですよね。早上げの、こっちビルダーホール7なのに、早上げのビルダーホール9に当たって、ね、施設数がね、多くて全然パーセンテージ伸びなくて、負けたりとかさ、したりとか、せっかくこっち全開取っても、相手の方、軍事力が上回ってて、時間で負けたりとかっていう、ストレスがあって、全然資源稼げないっていう、ストレスあったですか。それがね、なくなった分だけ、めちゃくちゃマシだなって思います。まあ、一回の攻撃で獲得できるゴールドとか、意外と少ねえなーとかって思う人いるかもしれないですけど、ただ、全然、報酬資源たまらないストレスとかに比べて、全然マシだし、で、意外と資源も、たまりやすい。もう訓練時間ないからすぐ攻めれる。で、相手の時間ね、待つこともなく、で、こう巻き手で資源もらえないっていうこともないんで、結構ね、いいなって思いました。まあ、できればもうちょいゴールド欲しいかな。まあ、でもまあ、無限に攻めれるんで、まあ、その点とか考慮したらまあ、それぐらいの報酬がいいのかもしれないですね。はい。なのでね、ちょっと、大工の拠点ね、まあ、大工6人目ゲットして、もういいやって方は、まあ、全然やらなくていいと思います。ほんと、村好き、大学の拠点ね、村育成が好きとかっていうね、人をね、どんどんね、やっていく感じでいいと思いますし、大学6人目もね、ゲットしやすくなりますね、これで完全に。大学6人目ゲットする条件も、めちゃくちゃ緩和されたじゃないですか、前回の動画でね、話したんですけど、めちゃくちゃ緩和されますし、で、1日ね、3勝ボーナスしかもらえない。でね、資源が溜まりにくい問題も解決される。で、巻きたりとかして、資源がね、全然もらえないっていうし、ストレスもなくなるしで、すごいね、良くなるなって思いました。あと、ビルダーホール6からは、大工さんが2人になりますんで、村がほっと育ちやすくなりますね。資源溜まりやすい。村も育ちやすくなる。大工さん6人目もゲットしやすくなるで、いいことづくめなんで、本当にね、結構ね、大工の拠点ね、あ、ちょっと、あ、こ、こ
これを機にちょっと触ってみようかなって思ってる方いらっしゃったね。ほんと、ぜひ遊んでみていいと思います。めちゃくちゃね、個人的にほんと、まあ、4年ぶりの大工の拠点のアップデートっていう補正もあるんですけれども、それを抜きにしても、個人的にはこっちの大工の拠点 2.0 の方が、すごい面白くて好きだなっていうふうに思いました。はい。なのでね、もうそろそろですね、大工の拠点のアップデートね、やってくると思いますので、皆さん楽しみに待っておきましょう。はい。ということで、今回はね、アップデート情報、大工の拠点 2.0 での資源狩り方法ですね、こちらの動画でお送りしていきました。いやー、ほんとに資源ね、溜まりやすくなるのめちゃくちゃ。ありがたいですね。自分今、サブアカの、無課金道やってんじゃないですか。あれね、大工の拠点ね、1日3勝ボーナス獲得するのめちゃくちゃ時間かかってて、全然資源管理してなかったんで、ほっとで、これを機に、大工の拠点ね、サブアカの方、育成で頑張っていこうというふうに、思いました。はい、ということで、ね、この日にクラカー動画ほぼ毎日投稿しておりますんで、まずチャンネル登録してないよって方がいましたら、ぜひもチャンネル登録、よろしくお願いいたします。で、今度が面白かったためになったなと思ったら、グッドボタンやコメント、あと、友人やクラメンニシアの方、よろしくお願いいたします。はい。というわけで、次の動画でお会いいたしましょう。バイバイ。